今後も部活に励むように。伊勢のでゼロ。何なのあいつ。いきなり来てサンフェス出ないとかありえないんだけど。っていうかまた。なんて言ってた。先生に逆らったらサンフェスに出場できなくなるかもって。北宇治講師合うのがパーリー会議で、格好よく言うと我が部における最走るんですか。はい、全速力で一周走ってきてください。タイムは90秒です。それ以上かかった人はもう一周追加で。待ってください。それに何の意味が。よーい、スタート。ごめん、もう行き続かない。これサンフェスもやばいんじゃないですか。それからその翌週の合奏まで極練行こう。だけどそのエネルギーが部員たちの団結力へと形。今日はまず楽器を持たずに練習をします。更新は一歩62点。前をしっかり見て。気は明らかに変わった。頑張ればさらに頑張ろうとする。ラスト一本の感じ忘れないでね。来週の本番までもう時間がないから、明日も集中して練習するからね。はい。ただ帰らなきゃいけない人は帰ってください。続ける人は携帯使っていいですから家に連絡すること。わかりましたか。はい。1、2、1、2、1。学校によって様々だが、大抵部員は何か一つは係につい。大会に出るメンバーと編成を決める。難しく考えなくても大丈夫ですよ。3年生が1年生より上手ければ良いだけのことです。田辺くん、出だしのロールフォルテピアノですが。こんな感じで香里先輩やってくる。コンクールは1チームにつき最大55名までしか参加することができません。ここにいる全員、コンクール胸を張って皆さんの今までの努力の成果を見せてください。オーディションの緊張がまた蘇り、音楽室の空気はピンと張り詰めた。高下千恵里。はい。クラリネットは以上の12名。滝。はい。大前久美子。はい。以上2名。トロンボーン以上5名。私落ちちゃった。笠野さな。はい。滝野純一。はい。吉川優子。はい。はい、ララ聞いちゃいました。へえ、知らなかった。その前にみんなに話があります。オーディションの結果に不満がある人です。優子ちゃん。前回のオーディションの結果に不満があり、来週全員の前で演奏し、全員の挙手によって合格を決定します。全員で聞いて決定する。これなら異論はないでしょう。いいですね。再オーディションを希望する人では。はい。はい、中瀬子さん。はい。あなたがソロです。中瀬子さんではなく。そして次の曲が始まるのです。では158小節目から。はい、やめて。コンクールまでいよいよあと10日です。各自課題にしっかり取り組ん。分かってますか。はい。各パートリーダーはもう一度全員揃っているか確認。春、あなたたちは全国大会を目指すと決めました。対局4番に続きまして。
何それ、でかっ。